今日はくるくるスイーツビーズメーカーでキュートで可愛いアクセサリーを作っちゃうよ。早速箱を開けてアクセサリーを作ってみよう。箱の中にはビーズメーカーとスイーツの形をした可愛い留め具、それにカラフルなビーズがたくさん入ってたよ。みんなでスイーツビーズアクセサリー作りに挑戦してみよう。まずはビーズをビーズメーカーに入れます。ビーズメーカーの中にビーズがたくさん入ったら、今度はその下この部分に透明の紐を入れていくよ。すごい細い穴だから、よいしょ、上手に入れてこうね。紐を通し終わったら、このレバーをくるくる回していくよ。わあ、ビーズがたくさん出てきた。どんどんビーズが出てくるよ。くるくる回すだけでビーズが紐の中に通っていくよ。ビーズをたくさん通し終わったら、さっき入れた穴から紐を抜いていくよ。じゃーん！キラキラかわいいアクセサリー。この端の紐を今度はここにある留め具で留めていくよ。まずは紐が長いのでチョキッと切って、留め具のパーツのこの穴のところにこんな風に紐を通して、反対側を同じ形のパーツで留めていくよ。この形じゃないみたい。これでもないのかな。あ、こっち側に留めていくのかな。しっかり止まってる。しっかり止めたら、この出てる紐のところをチョキンチョキンと切って、スイーツビーズアクセサリーの出来上がり。うわー、すっごくかわいいね。ビーズメーカーをくる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 回すだけで、綺麗なアクセサリーが簡単に作れちゃうよ。みんなの大好きなスイーツでピタッと止めれば、オリジナルのアクセサリーの出来上がりだ。カラフルで超キュートです。どんなファッションにも似合いそうなアクセサリーだね。スイーツの留め具がエレガントでキュート。うわー、美味しそうなスイーツがいっぱいだ。私でも簡単にアクセサリーが作れちゃうんだね。くるくるスイーツビーズメーカーで、みんなも自分だけのオリジナルな可愛いアクセサリー作ってみてね。ビーズをくるくる回して、レッツラ混ぜ混ぜ。バイバーイ。ソブームでは
まだまだ面白い動画をたくさん用意しているので、動画の右上にあるこのアイマークを押してアソブームの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人は、このチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、チャンネル登録をして、アソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しいアソブームをぜひ見てね。これからもアソブームをよろしくね。